ジャンプボールは少しもつれましたが、宇都宮取っては比江島に長谷川が激しくいっています。スコットのハイキックを使ってスリーフェイク、イカルがスリーどうか、来たシーズン終盤に向けて調子を上げている印象ですね。先週土曜日は10得点でした北川、早速スリーはいかない、遠藤の後ろからイカルが、いいですねイカルガ選手。ホトゥのハイキックから空面ゲームになるか、ホトゥもう一回比江島に手渡し、前ヒースの壁ですが、またフェイクを言ってホトゥのフックショット、漏れた竹内オフェンスリバウンド、原田バスケットカウント比江島選手もよく状況判断できてますね。セーブスを篠山を追います。もう一回ホトゥのピックから前アギラルの壁、あヒースの壁ですが決めてきました。ダイブに対して次のもう一人がローテーションで抑えられているのでよく守りましたよね。これはいいシュートでしたね、はい、ですからラストショットが川崎になります。ホトゥおー、はいね、遠藤出てきて今ホ、スコットとファジーカスになっているんですが比江島いたコーナー水道でしょう。リバウンドホトゥ手が長い、はい、いいリバウンドでしたね。篠山もまだここまで0点、ジャニングも0点。ファジーカスのピックを使ってファジーカス下がりながら、うまいですね。前はアギラールがいます。そしてテーブス、遠藤よく決めた、ファジーカスに任せるか、ミスマッチをついてワンハンド、あーっと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 、ピースがタップしたでしょうか。藤井、うん、アタックいかないか、アギラールスリードか、来たことですよね。比江島ベースライン際から、これはヒースのディフェンスがあった、ファールできない宇都宮、ファジーカス、ね、川崎のディフェンスの強度もかなり高くなっています。7秒6秒、おお食いつく食いつく、前田、そしてスコットいい、ね、大きな得点ですね。ここ早めにこれはクイックスターが必要なんですが、はい、藤井ファジーカス入った来た、ジャニング、ジャニングアタックに切り替える、ワンハンドオフローター、リバウンド取ってジャニングブロックした、スコット、ただ宇都宮ファウルはできない、藤井打ってくる、来ない、ジャニング2点を決めに行きますが来ませんでした。